弟子たちと話をして、そこにひざまずき罪の許しを請うがよろ。さあロン、お前の、お前の封切の子、謹慎総監の母より生まれる。
王様、今すぐ銀皿に乗せたヨカナンの首をくださいませ。銀皿の皿にヨカナンの首を。ヨカナン、私はお前の口に口づけするよ。とうとう私はお前の口に口づけした。お前の唇は苦い味がする。血の味なのか、味なのか。いえいえ、そうではない。多分これは恋の味の味。ありがとうございます。